では三角形と角について説明していきます。まず、三角形の外角は、それと隣り合わない二つの内角の和に等しいっていう決まりがあります。はい。例えば、今、角 D は三角形の外角です。はい。この外角は、それとは隣り合っていない二つの内角の和に等しい。だから A と B を足したのが角 D になります。はい。さてじゃあそれを利用すると括弧の1番。X は外角なので62と49を足した値になります。よって111度が正解。はい。で、次括弧の2。これも、まずこの三角形、左側の三角形に注目すると、外角は、106度です。はい。で、この106度は、右側の三角形の外角でもあるので、80と x を足した値が106になるはずです。はい。なので、x は26度。106からこの80を引けば出ます。では、括弧の3番です。括弧の3番は、自分で補助線、線を引く必要があります。はい。例えば、こうやって、線を引くと、この左側にできた三角形の、ここは外角です。はい。外角は、それとは隣り合わない2つの内角の和に等しいので、66と30を足して、ここは96度です。はい。で、今度は、下の方にできた三角形に注目します。はい。すると、今求めたい x はやっぱりこの三角形の外角です。であれば、それとは隣り合わない2つの内角の和に等しいので、96と29を足して125度が正解です。はい。では、括弧の4番。同じ印がついたところは、角度が同じものだとします。はい。なので、丸同士、×同士は、角度が同じです。その時の角 BDC、つまり今ここに書いた X の部分の角度を求めましょうという問題です。はい。まずこれも、A を例えば延長すると、ここ外角は今100度です。ってことは外角は、それとは隣り合わない2つの内角の和に等しいので、丸2つと×2 つを足したら100度になるはずです。はい。丸2つと×2 つを足すと100度。はい。ってことは、丸1個と×1個では、その半分の50度ということになります。はい。で、ここでちょっと話が変わります。今度は三角形 BDC に注目します。はい。三角形 BDC は三角形だから、当然内角の和は180度です。はい。ってことは、180からこの丸と×、丸と×を引けば残りの角度 x が分かるはず。はい。で、それがさっきやった丸と×は50度っていうことだったので、180-50で x は130度。つまり角 BDC は130度になります。